では最近こういうのでさ止めてるんだよね。よし。ファン、パソコンありがとう。わあ。コーヒーのシミは、うん、なんとか取れたと思う。洗って干して配信始めた。わあ、なんかすごい。めっちゃ不安定なんだが、怖っ。うん、パソコンありがとう。パソパソ。今日は UV カットのメガネもゲットした。これで目からの紫外線もカット。明日は OK です。明日はルフォージーと衣装。明後日が生誕 T シャツが届いたって言ってたので受け取りに行って着る。おめでとう。老けたね。全然違うところのメガネ。目からの紫外線って目から紫外線目から入ってくる紫外線。あるからね。うん、あさっては生誕 T の部と衣装の部とある。全部衣装の方がいいかな。どう思う？衣装の方が嬉しいって言いそうじゃない？みんな。明日は衣装衣装アルフォージかな。あさっては生誕ティー衣装衣装かな。明日は先に衣装着ると思う。わあわあ、ありがとう。パソコン あ、でもそっか、写真撮る時間がないぞ。
まあいいか、事務所帰ってから撮ればもう一回来て事務所で撮る。うん、アルバジは青色のロンティー着る予定です。イエイ。パソコンありがとうございます。始まる前は準備してるから、髪型とか。そっか、みんなが撮るもんね明日明日みんなが写真撮るからいっか。衣装も OK だよー。イエイ、パソコンありがとう。パソパソパソコン。明日スタッフさんが撮ります。そう、スタッフさんが撮ってくれる。みんなが撮るとさ、ちょっと画角がさ下からになるじゃん。わー、パソコンありがとう。パソパソ。ルーン。やーん、パソコンありがとうございます。横向きと縦向き、うん、横向きと、うん、縦向きえー、縦じゃない？横もいいけど、1枚しかない人は縦じゃない？待ち受け画面にできるじゃん、縦なら。あ、あれ書いてない、カレンダー、5月のカレンダー送んないと。明日かな、明日送るかも。今日とんでもなく眠かったの、寝ちゃいそう今日なんか話そうって思ってたことあったんだよね、くだんないやつだけ、話だけど。にゃん、ありがとう。うん、パソコンありがとう。なんかないかなあ、くまたん。何話そうとしたんだっけ。そう、電車、今日リハーサルでね、電車の話じゃないんだけどしようと思ってた話は。にゃん、ありがとう、パソコン。ね、なんだっけな、何話そうとしたんだっけな。忘れちゃった。そう、パソコンじゃない電車遅れてで、リハーサル遅れちゃうかもって思ったけど、2分前に着いた。早めに向かってたんですよ。早めに向かってたのにもかかわらず2分前に着いて、もうダッシュで着替えてレッスン場入ったから、はは小走りで入ったから
そう、帰りはさ、帰りの電車立って乗ってたんだけど、席空いたから座ったので、もう座ったわ、バーパソコンありがとうそう、座ったいんだけど、ありがとう。そう、なんかこう片手でこう持ってるお姉さんが隣にいて、お姉さんが何を思ったのか、こう片手に持ってるコーヒーかな、カフェオラテかコーヒーヒュッてやったのそしたらピュッて飛んできて、あ、マジかって思ってなぜか傾けたと思って、でもびっくりしてたお姉さんも、めっちゃ大きい声で「すみません」って言われたけど、おおって思って、冷たかったおーみたいな戸惑い。そう、多分ないと思ってたんだと思う、もう中に。いや、中になくても傾けちゃダメようん、ダメだよ、座っちゃダメ。ウェットティッシュ常に持ってるからさ、ウェットティッシュで拭いて帰って洗って主婦だった今日は。主婦です。わん、ありがとう。パッソー。うん、ありがとう。パソコン。いや、ありがとう。うん、ありがとう。なんかないかな。ずっとなんかパソコンありがとうみたいなずっと言ってるとさ、ありがとうなんだけど、ありがとうやっぱ伝えたいんだけど、そればっかになっちゃうかなって思って、なんかないかな。あっちでお願いします。あ、いいかもね。名前呼べないのがさ、あれじゃない？チュッ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 、名前呼べるようにしてほしいよね。団長もだしさ、コメントとかも普通にさ、来た時に読めた方がいいじゃん。じゃない？じゃないとどんどんさ見てくれる人が減っちゃうよ。あ、チュチュチュッ、くまたんどうしたらいいんだろうね。なんかないかな、ギリギリのラインを聞こなげちゃったのにありがとう、キュ、見てるよ。
ダメなのかな、なんだろう。でもさ、名前じゃなくてさ、コメントに書く人もなんかいるじゃんなんだろう、だからコメントもさ、読んじゃったらさ、コメントもダメってなるじゃん。名前だけじゃないんよって思わない？みんな苗字にしたらいいんじゃない苗字にしたら問題ないでしょ、だってそういう問題じゃない？そう、コメント欄に名前書いたらさ、それはコメントになるじゃんね、そのなんかじゃない？ね、誰かが呼ぶとさ、誰々はなんか名前呼んでるのにダメなんですかみたいななってさ、ごたつくじゃない？だからそれはしないでいるんだけど、ニックネームの横にカッコで書いたらいいんじゃない？イニシャルにしたらいい？みんな外になる。わあ、もうすぐ30万ポイントになる。ありがとうございます、協力してくださって。そう、名前ね、名前って呼ばれるためにあるじゃんあーパソ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 って言っちゃう。パソパソって何？ゴールデン仕事ウィーク、ありがとうエムさん、あちゅさっき何にしたっけって思ったんだよね。チュだった、エムチュティーチュキューチュ理解してる理解はしてますか？私が分かんなくなりそう。キーチュエイチュねえ、名前呼びたいよ。エイチチュ長いそろそろね、そろそろいいんじゃないかって思うよ。だってもう何年経ってるの？どうにかしてください。ケ、ケチュ、ピチュ。言えた？大丈夫ですか？あいちゅ、え、揺れてる？テーブルが揺れてるけど私の手だ。大丈夫ですか？大きい？大きい地震ですか？気をつけてください。
かなかだね。なかなか揺れてるんじゃない？気をつけて、速報、地震速報を見てください。 S、S 中、あ、名字にしたの？最近多いよね。怖いね、用心しなきゃ。ケイチュ、今速報来た？チェックしてね。みんな安全を第一に。ジェイチュ、モロじゃん。いや、言って終わったけど、モロじゃん。モロ名前言ってた。くまたん、じゃちゅ、あ、ゆずさんが更新した。一文字目にした方が分かりやすいかもね。みんなあれだよね。ほんと相変わらずよね。だって流れてるくせに。今日は11時までやります。マッチュー、モッチュー。乾燥してる、口が。明日のポーズ決まんない？あ、流れ星決まんない？ポーズ？あ、ほっちゅポーズでも言ってくダメなんだっけ？言ってこれでみたいな。やってほしいポーズあったらそのポーズで入ってきてくれれば。大きいハート作りたかったらこれで入ってきて。もうあっつっちゅー、これで入ってきてくれれば。それなんてなって、これで待ち構えるよ、カホ。したいポーズで入ってきてくれたらもうそれに任せるから。なっちゅー、シェーになる。シェーってどうやってやるの？お礼になっちゃった今。職業病。主催者がなんて主催者が指定する形の指定でしょ？決めてって言ったら。でも指定だからちょっと違うのか、意味合いが。もう決めてって言ったら強制的に決めなきゃってことじゃない？
してじゃあブリッジしてって言ったらブリッジしてくれるの厳しいね、厳しい社会だ。お話できそうだけどね、ヤホーみたいな、トロートロートタありがとうみたいな、大事にしてねって、毎日喋りかけてねって画面にっていうぐらいの話はできそうだけど、ね、話せそうだよね、話せそうな感じはしたよ、あの動画撮ってて。カメラアプリ禁止なの？悲しいじゃん。ノーマルで撮る場合はあれだね、拡大とかしないのが一番綺麗に撮れるけど、ノーマルで撮ったやつをアプリでフィルターかけるとか。なんか NG シーンのさあったじゃん、私遠いからさ一人だけ何言ってるか分かんなかったんだよねなんか笑ってるみたいな感じだった、みっちゅう後出しされたのダメだよね、じゃんけんと一緒で後出しはあんまり忘れてたのかな。ひーちゅ、ぽちゅ、なんか合ってるのか分かんなくなってきちゃった今日の夜ご飯はオムライスでした、オムライチュ。あとね、なんだっけ、そう、今後自撮りするときに、うわーめっちゃ一番星みたい、満月、お月様、おうちゅ、あ、みっちゅー、まあ、今ライト使ってるんだけどね、お、バッバッチュー、バッチュバッチュー、バッチュー自撮りするときに使えると思って買った、今もライト使ってるんだけどね、ほら、なんこれこんな明るいなんて、これさ充電式だったの、でもさよく見て、充電さすとこないやんって思ってたらここにあったここ？ここにこうやって刺してってことだよね刺すのまあまあ一苦労だけど、こういうことだここにあおもろ、そう、ちっちゃいからいいよね、そう、強烈に光るから嬉しい。なんかね、なんだっけ、なんたらかんちゃらってお店、あ、あう、あうみたいな、あう、あうサムみたいな名前のとこ
箱に書いてあるかな。アベソムプロダクツ AWESOME ってとこ。あ、そう、 AWESOME オーサム、オーサムプロダクツってところで400円ぐらいだった。これ400円でさ、こんな強烈に光るのやばくない？使えますね。これで暗闇で自撮りしてももう勝ちやで。お買い得。海外のやつだからなのかな。あとこれも買った、串。なんか串ってさ、こうさ、ヤッって出とるじゃん、こういう感じで。これ家で使う串なんだけど、そう、これヤッって出てるじゃん。カバンとかに入れてるとさ、これさ絶対さ厄介だからさ、畳んであるやつがいいなと思って。これも持ってるんだけど、聞こえる？なんか振動でこう髪をなんとかしてくれるみたいな、引っかかってるけどこうやってくれるやつなんだけど、これは電池式。でももっとコンパクトなやつ欲しいなと思って、長いからさ髪の毛が。でこっちがミラーになってて、こっちがこうやる串、こう溶かせるよみたいなねやつですよ。でこうしまって、またち運びしやすいでしょ。そう、鏡ついてるのいいでしょ。歪んでるかも。髪が伸びたからね。ルッチュー見逃してない？あ、大丈夫だった。タッチュー、タタタタタッチュマッチュー、どうちゅって寝落ち地蔵かも。 YouTube まだ布団ね、あったかいやつにしてる。短パンに変えた、短パン夏用みたいな。ポチュー。眠い、今日眠いよ。短パン冬用ある。こたつ布団は取った、今日。こたつは今ついてない、でも寒い、つけようかな。わー、ありがとう。
ひっちゅー。ね、寒いよね最近。プルプルしちゃう。寒い寒い。寒いな。寒いね最近。そう、こたつ今つけたからなんかうーんって言ってた。聞こえた？聞こえたって。ちょっと声大きかったみたい。静かにして。明日の会場？それでは気温を調べましょう。明日は調べとくせ。でもね、寒そう。上着はあった方が良さそうじゃない。室内は上着なくてもいいけど、行き帰りがね、多分風吹いてなんかちょっとってなりそうじゃない。快晴の天気になりますって書いてあるけど、今日よりちょっと寒いのかな。会場内は暑いと思う。会場内は半袖でもいいかもしれないね。半袖に上着とかにしたら、私は長袖に上着で行くけど。カバンに入る上着を持ってくるとか、上着が入るカバンにするとか。クチュー。ロンティーね、暑いかもしれないね。穴開けてきたら。オラオラオラって通気性抜群。カスタムだね。ノーチュー。でもさ、私の部以外にも行く人いるでしょ。のーちゅー。行く人いるでしょ。知ってるよ。のーちゅー。さっちゅー。さっちゅーだい。かっちゅー。かっちゅー。夜までいなきゃな。おい。おいて。めっちゃおるやないかい。ガフリンしかいなくなりました。おお、切ない。切なくてさちゅー。ガフ1枚しか当たんなかったとか見えるのかな。全員外れたみたいな。運命じゃないそれって。タッチュー、タッチューの飲み会いいな。そう、ゆずさんと隣なのやばない。は、一部に二人撮ってたけど、おー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 、聞いとらんよ。かほちゃん途中。かほちゃん一枚のためだけに来るってなんかいいね。もうそこに全力ってことでしょ。
ゆずさんの方を見るポーズ、しきれないかな、ないのかな。そこに愛はあるんか、こんのかん、そこに愛はあるんか、愛が一番、著作権シチュー道中補中今日は村井中明日は違うの考えなきゃだね。中じゃなくてポーとかにしようかな明日になったら絶対、ね、これキュンだよ。できる？キュン。うまいでしょ。なかなかここがねハートになってるの知ってるかほらハート、これ指の第一ルッチュー第一関節